眠い。ここで少し寝てもいい？お腹すいた。メイ先輩のお弁当が食べたいな。眠い。ここで少し寝てもいい？わかったわかった。すいた。メイ先輩のお弁当が食べたいな。アタック！ハッ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 。こんな小銭別にいらないの。ハッハッ。無条件射殺許可確認。発射。はい。照準装置初期化完了。はい。はい。ボイドエクスプロージョン。やった！
んな簡単なクエストのために追い出さないでよ。わかったわかった。何ぼーっとしてるの、館長。眠い。ここで少し寝てもいい？本気で私に勝てると思ってるわ。絶対メイク。
キリーメイ参上。ワルキューレシステム起動。重装ウサギ 19C オブノビット。シグマアップグレード。シグマアップグレード。
備万端。ローニャ、怒っています。
私が守るわ。命令なし。ブローニャ、警戒モードに行こう。地形を観察中。やっほー。
してるの？艦長。ぼーっとしてるの？艦長。ロクト&ローデット。
私に勝てると思ってるの？猫ちゃん！はっ！はっ！こんなことに治療はいらない。メイ先輩の愛さえあればいいの。絶対メイ先輩に近づけさせないの。館長、今のクエスト歯ごたえがないって感じてない？ここで難易度が選択できるよ。ここがハードモードだよ。ここがハードモードだよ。テレサちゃんの聖魂が不安定になっているみたい。桜のリンネというこの空間では昔に起こった出来事に遡れるようだね。館長、このリンネで何が起こっているのか見に行こうよ。シグマアップグレード。
グマアップグレード。私の出番ですか、館長。これで強くなったわ。ワルキューレシステム起動。重装ウサギ 19C オブノビット。作戦会議をしましょうか。
んにゃん。私の出番ですか？ブローニャは成功。それは血を媒介とし世に伝わる力、文明存続の火種。成功にはまだ人に知られていない秘密がたくさん隠されている。ここはどこ？どうした？ここは八重村じゃ。初めて見る顔だが、どなたじゃ？ここから任務の進捗状況を確認できる。ここをタップすると任務の詳細が見られるよ。ここは任務パネル。任務の詳細が確認できるよ。この部分が、ここは任務ターゲットの詳細だよ。これは任務をクリアして獲得できる報酬だよ。説明によると、まずは川辺に行って八重桜ちゃんを探そう。地面の道案内に沿って行けば
任務が待つ目的地に。アイちゃん、もう一つ秘密を教えてあげるね。この広い世界では移動を続けると誰よりも早く走れるようになるんだよ。このお方、どうして川から流れてきたのじゃろうか。まさか、もう…いや、まだ生きておる。呼吸があるぞ。すまぬが緊急事態じゃ。手伝ってくれぬか。見て見て、あそこに八重桜ちゃんがいるよ。何をしてるのかな。早く行ってみようよ。 NPC に近づいた時にこのボタンをタップする。行こう。簡単な任務じゃな。戦いに適した日和じゃ。寝足りないの。簡単な任務じゃな。戦いに適した日和じゃ。このようにゆったりと休憩するのも悪くない。簡単な任務じゃな。寝たりないの。戦いに適した日和じゃ。
簡単な任務じゃな。戦いに適した日和じゃ。戦いに適した日和じゃ。簡単な任務じゃな。先に進まないのか？
このようにゆったりと休憩するのも悪くない。ん？先に進まないのか？このようにゆったりと休憩するのも悪くない。バルキリーばかりに先陣を切らせる艦長は良い艦長と言えぬぞ。戦いに適した日和じゃ。あそこの薬草が見える？近づいてみよう。このボタンをタップすれば薬草を摘み取れるよ。薬草を摘み取ると回復アイテムを獲得するよ。試してみて。戦いに適した日和じゃ。敵は見えないところにおる。先に進まないのか？この紫色の箱は何じゃ？少女の中で光っている
紫の箱こそが全ての悲劇の始まりだと、この時はまだ誰も知る由はなかった。うん、先に進まないのか。バルキリーばかりに先陣を切らせる艦長は良い艦長と言えぬぞ。このようにゆったりと休憩するのも悪くない。バルキリーばかりに先陣を切らせる艦長は良い艦長と言えぬぞ。このようにゆったりと休憩するのも悪くない。うん、先に進まないのか。このようにゆったりと休憩するのも悪くない。先に進まないのか。このようにゆったりと休憩するのも悪くない。うん、先に進まないのか。このようにゆったりと休憩するのも悪くない。うん、先に進まないのか。バルキリーばかりに先陣を切らせる艦長は良い艦長と言えぬぞ。このようにゆったりと
休憩するのも悪くない。ん？先に進まないのか？簡単な任務じゃな。寝足りないの？戦いに適した日和じゃ。寝足りないの？ヴァルキリーばかりに先陣を切らせる艦長は良い艦長と言えぬぞ。簡単な任務じゃな。桜よ、死ね。見えないところにおる。先に進まないのか？戦いに適した日和じゃ。承知した。今目的地に向かっておる。Thank you.
ブローニャ、作戦地点に到着。ヤッホー、本気で私に勝てると思ってるの？館長と一緒にいると安心します。館長、次の目標は何ですか？お姉ちゃん、私の病気ちゃんと治るのかな？きっと治るぞ、リン。変なことを考えるでない。いい子だからきっと神様が助けてくれるはずじゃ。でも今朝お父様から聞いた話では、今度の祭典、桜を見に行く約束もう守れないみたい。お姉ちゃんは立派な巫女さんになってみんなを守って。リン、お姉ちゃんはついに皆殺しをするほどの力を手に入れたぞ。あいつらに復讐してやる。全員殺してやる。全員道連れにしてやる。これを果たしたら、リンの元へ行くぞ。たとえそれが天国だろうと地獄だろうと。必ず、いいね。館長、起きて。元気出してください。ちょっと不安かも。館長、次の目標は何？
泉に入りたいわ。館長、起きて、元気出してください。まったくもう、ご飯を用意する時間。私の番ね。ありがとうございます、館長。ここは譲れないわ。ちょっと不安かも。セッフッケッセッセイセッフッテッセッセイセッフッテッテッセイセッ。お気遣いありがとうございます、館長。館長と一緒にいると安心します。館長、次の目標は何ですか。館長、館長、封印することがあなたにしてあげられる最後のことよ。ごめんなさい、さくら。館長、先に一時輪廻の報酬を受け取って。彼女にこんなことがあったなんて。でもここは一時輪廻の空間で、全てを変えるチャンスはまだあるよ。もちろん輪廻が違えば話の展開も結末も違ってくるよ。それじゃ館長、二次輪廻で会いましょう。愛ちゃんの代わりに
八重桜ちゃんとさよならしてね。
館長様のために尽力させていただきます。キリメイ参上。これで強くなったわ。重装ウサギ 19C 今は休んでる場合じゃない。重装ウサギ 19C 危なびった。ご指示をお待ちしております。館長様のためにブローニャのご指示をお待ちしております。
ご用命でしょうか。どこへ行くのよ、迷っ。眠い。ここで少し寝てもいい？ぼーっとしてるの？館長。
困りました。任務完了。お待たせいたしました。任せて。ご安心ください。艦長様は私がお守りします。まだ危険から脱していませんよ。ご用でしょうか。まだ危険から脱していません。ご安心ください。艦長様は私がお守りします。招かれざるお客様ですね。かしこまりました。よっ。どこへ行くの？
お腹すいた。メイ先輩のお弁当が食べたいな。眠い。ここで少し寝てもいい？お腹すいた。メイ先輩のお弁当が食べたいな。何ぼーっとしてるの？館長。ロックとアートローデット。ここに戦場のお掃除を終えました。次のご指示をどうぞ。任せて。眠い。ここで少し寝てもいい？
何ぼーっとしてるの、艦長。本気で私に勝てると思ってるの？どこへ行くの？行く？考试了，醒醒！嗯，爷爷，是你吗？皮安娜，今天的故事从哪儿讲起？你到底是谁？或是你过去的幽灵，你无法逃避的梦魇。
少し寝ても、こんな簡単なクエストのために呼び出さないでよ。一緒に帰りましょう。
然だよね。何？不満なの？位置につきました。こんな簡単なクエストのために呼び出さないでよ。
隣にある自動販売機を使って AP の保存と取り出しができるようになったよ。